皆さんこんにちは。今週のお便りは我々2016アップバンクジャパンツアー2016でですね、2月26日に沖縄に行くのですけれども、その後全国14都市もあるんですけどね、沖縄をテーマで皆様から投稿いただきました。沖縄でここに行けというテーマでいただいたので、それすなわち我々が現地でね、もしかしたらイベントの以外の時間でロケに行ったりとか、もしくは街ぶらをするかもしれない、などなど、ぜひとも参考にさせていただきたく、ご頂戴いただきました。行きましょう。めっちゃね、来てます。すごい詳しいメールがいっぱい来てました。1つ目、中条さん、ちょっとマミルトンさんとの距離は言っていただいてすみません、対応してください。すみません、ちょっとこれぐらいでお願いします。すみません、ちょっと事務所からすみません、これぐらいでお願いします。5つ目、ポンタさんからのお便りです。あ、中条さん、大丈夫です。読み上げていただくんで大丈夫です。進まねえよ、読み上げてくれよ。アップバンクの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。いつも楽しく動画を見ています。初めて沖縄旅行に行った時、青の洞窟に行ったんですが、ものすごく綺麗でした。冬でも寒いのですがウエットスーツ着用なので大丈夫ですよ、魚もすごく近くで見れて洞窟に入れるんですがすごく綺麗です。時間があれば行ってみてください。青の洞窟聞いたことある気がする。これイタリアのなんか有名なのは知ってるけど、沖縄にも青の洞窟あるんですか？で、このポンタさん以外にもあと2人ぐらいいました。青の洞窟。これダイビングをしろってこと？村井さん、私ね、スカイダイビングも含めて、そのダイビングって名前がつくの私ちょっとダメなんだわ。これなんだろう、なんか屋内施設かな。なんかこれダイビングじゃなくてもダメだ、潜る系ダメだ。私は潜る系はいかないけど、潜ってこの洞窟にこんな感じで来るんですね、海の。すげえ。ちょっと多分写真家の方が撮られたりとかした場合とかはちょっとなかなか動画でパッて紹介できないんですけれども、どうぞ青の洞窟、沖縄青の洞窟で検索いただければ。すげえ。村井さんダメって言ったらマメルトンさんどうですか？ダイビング。ダイビングしたことはあるんですけど。あるんだ。あります。バリで。バリで。そう。卒業旅行行った時。いきなりセレブな単語が。いや、卒業旅行行った時になんか。シュノーケルみたいなのつけて潜ったんですけど、すごい綺麗だったけど気圧で耳すごい高かったので、なんかいい思い出だなみたいな。本気出して水中カメラ持ってきましょうか。でも海の中この程度の水深だったら普通にiPhone でなんだ IPV66 みたいな基準の高めの方の防水カメラとかで、防水ケースとかで全然いけそうですけどね。水中って電波どうなるんですかね？電波入んないでしょ。ニコ生しないでしょ。ニコ生でやるんじゃないこれ。無理でしょ。こんなんニコ生したらすごいよ。どんだけ金かけるの？いや、なんか Wi-Fi なり Bluetooth なりで映像飛ばせねえかな。無理中条さん。iPhone の限界に挑戦その2みたいな。沖縄青の洞窟園、はい、そんなの富士山に続き今度は水中だみたいな。すごすぎるよ。まあちょっと検討させていただきましょう。すげえ綺麗。はい、2つ目、チポポタスさん、ニコニコの方でも常連投稿者。そうなんですね。はい、村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。こんにちは。お便りのテーマが沖縄のここに行けとのことで、去年の夏に沖縄旅行に行って楽しかったところを紹介したいと思います。皆さんは名護市にある名護パイナップルパークをご存知でしょうか？行ったことある。行ったことある。パイナップル食べ放題。パイナップル号という乗り物に乗り、園内を散策したり、パイナップルワインやケーキなどが買えるという、とにかくパイナップル尽くしの観光スポットです。沖縄ならではの観光スポットだと思いますので、ぜひ行ってみてください。パイナップルってワインになるんだ。あれ、ごめん、私の思ってたのとはちょっと施設が違う。村井さんが想像してたのはなんかバナナワニ園と違いますか？あれ、ちょっと一瞬検索してます。ちょっとパイナップルパークの話しててください。いやー、名護パイナップルパークね。パイナップル食べ放題だったとして、めっちゃいいじゃないですか。いや、口の中もうガビガビになっちゃうでしょ。なんかあれでも似てるな。私の行ったとここれです。これ記事のリンク概要欄に入れておきますね。那覇空港近くにある。はい、3月24日2012年の記事で、パイナップルハウス違うじゃん。違うんだ。いやなんか Google で今イメージ検索した時に出てきたパイナップルのこのモニュメントがあれだって一瞬思っちゃったんだけど、私が過去行ったのはパイナップルハウス、パイナップルパーク。似てますね、もうそのオブジェは似てるよねっていうかまんまですね。ここね、すげえでかいパフェとかあって、すげえパイナップルハウス、那覇空港から車で3分。え、結局別物なんですか？これ別物じゃないですか？パイナップルパーク、パイナップルパーク検索しましょう。名護パイナップルパーク、やっぱり別物だ。あ、別だすげえ。なるほど、村井さんが行ったところとはやっぱ違うんだ。違うね。え、ここすごいじゃん。パイナップルまみれじゃんだってこの乗り物がパイナップルですからね。サファリパークみたいになってる。パイナップル号、パイナップル号、レストランパームツリーまんまだな。マムジョさん、パイナップルパークいいんじゃない？ちょっと行きたいね。え、ここいいですね。素晴らしい。ここ、あしの村井探検隊でしょ。くそ、でんでんでん。どこだ。パイナップル林に潜む伝説のパイナップルキング。そう。こう散策せよ。そこでナイトの称号をもらえみたいな。すごいね、名護パイナップルパーク。面白そう。検討しましょう。時期的にどうなんでしょう。この時期パイナップル食べれる？大丈夫ですよ、多分1年大丈夫です。ここいいですね。はい、他はまあかなり真ん中だね。沖縄の名護っていうだけあって真ん中だね。沖縄ってこうぐるっと一周したらどれぐらいかかるんですかね？結構かかりますよ。結構かかっちゃう。那覇から水族館なんだっけ、美ら海までで車で3時間半から4時間。あ、結構かかっちゃう。端から端まで。沖縄は電車が走ってないから。ああ、なるほど。いや、なんかふと原付で一周できねえかなって思ってた。無理か。きついんじゃないかな。あれちょっと待って。自転車。あ、それは別に時期的にもいいかも。まあ冬ですよ。いや、どうせ体あったかくなるし。あ、まあまあまあ。沖縄はね、その沖縄に背骨をって言って、電車を走らせたいっていうのがね、県の悲願らしいですよ。モノレールありますね、ユイレール。はい、あれはもう本当に空港から那覇市内のところまで、非常に狭い範囲なんで、電車が欲しいって言いますよね。あとはどんなのがありますか？さあ次行きましょう。3通目、しおんさんからのお題です。はい、村井さん、アップマークの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。沖縄に来てもらえるのを心待ちにしていました。おお、そうだよね、初めてだもんね。イベントはね、沖縄といえば首里城、とはありきたりかもしれませんが首里の城下町をぶらぶらと歩くだけでも東京とはまた違った雰囲気ばかりで新鮮かと思います。何日かおられるのであれば北部かっこ美ら海水族館や北谷、北の谷って書いて北谷、北の谷北谷、ひらがなで北谷とか、に行ってみてはどうでしょうか。村井さんは以前も沖縄に来られているみたいですが、その他のメンバーの方にも沖縄を楽しんでいただきたいです。 PS 年始の梅田のストアで初めて生で会うことができ嬉しかったです。次は2月27日沖縄でお会いできるのを楽しみにしています。この方は沖縄から梅田に行ったのみたいですね。沖縄の方みたいですよ。すげえ、すごい、マジかちなみに、はい、首里城、私、あれだけ沖縄に過去行ったことがありながら一回も行ったことないんですよ。首里城ちょっと行ってみたいですね。バサラでも出てきましたしバサラ、少女漫画でバサラ漫画が37、8巻だっけまあその話、私も好きでね、何回も読んで首里城はいいんじゃないですか。今北谷を北の谷を調べてるんですけど、海岸ですかね。遊園地、テーマパークですか。あ、遊園地、観覧車がある。これが北谷で、北谷の夜景って言って、大体観覧車が入ってるね。あら、本当だ。なんだこれ。何でしょうか。なんかちょっと特殊な観光地になってますね。ね、チャッタン。夜景がこうネオンで光るように設計されてますね。うん、ね、美しい。あ、きっとここはなんかあれじゃないですか。海沿いのなんかモールじゃなくて、なんていうんだあれ。シーパークじゃないけど、なんか。海沿いによくある。1階は。魚とか。なんかエビとかすごいこう鮮魚系が大量に売ってて、お土産物がたくさんあってみたいな、なんかイオンモールじゃないけど、そういう一個の巨大な施設なんじゃないですか。なんか夜そのどうせ暗くなるんだったら、こういうネオンがギラギラ光るところを僕は生放送映えするので、ここ行きたいなって思いました。僕はちょっと今全部生放送ベースで考えてるんですけど。あ、ちなみに今回ゲスト中条 D の理由はですね、マミルトンがどうしても一緒にやろうっていうからっていうのは彼の妄想でございましたはい、今回沖縄北の P 含めてそのドワンゴ勢も来てくれるからでございます、うん、マップ的に言うとこのチャタンという地域は北部、いや那覇の名護まで行かない手前だね。チャタンっていうのはこれ多分そういうお店の名前なんじゃないですか。お店なのか。でも漢字まんまあれ。北の谷。ちなみにチャタンっていうお店もね、さっきグルナビとかで出てましたよ。北の谷って調べてくるなんて思うんでしょ。北谷でなんて言うんだろう。チャタン居酒屋。やっぱお店の名前ですね。ああ、すごいハワイアンな。なんて書いてあった。ネオンフード。沖縄フード。沖縄フードって言葉があんの今。ぶどうね、海ぶどうね。ハワイアンフード的な意味、沖縄ンフードって。すげえ。夕日を見ながらシーサイド。いいですね。うん。海に沈む夕日ですよ。海ぶどうパスタ。永遠とはなんだ。地平線に沈む太陽だよ。みたいなことを言っちゃったりするんですか。次のテレビでしょ。ミスタークッキーさんからのお便りです。はい、いつも動画を楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。私が沖縄でおすすめの場所はビセの福木並木。ビセ読みの聞き慣れない地名ですね、うん、沖縄ビセその字ですね。福木並木。あ、出てきた。美ら海水族館の近くの場所で福木並木でできた道の中をサイクリングしたり散歩したりできます。とても癒されると思うのでぜひ行ってみてください。一度行ったらまた行きたくなると思います。すごいいい感じ。だいぶ独特な雰囲気の、うん、これって距離どれぐらいあるんだろう。いいなこういうの。いやこれ多分200か300ぐらいじゃないですか、多分だけど。すげえいい。ああ、これはいい人気の癒しスポット福木並木。2万本の福木が立ち並ぶ。すごい。差し込むなんとか揺れる木の葉きらめき、心が癒される。ここめっちゃいい。沖縄の原風景を残す数少ない場所。イメージしてる、イメージしてる沖縄っぽくないけど、こういうところがあるの知りませんでした。私も知らなかった。長さが知りたいね。うん、あ、福木のね、ミキプルンじゃん、完全にこれ見た目。その画像見ないとわかんない。ちょっと写真が出せない、申し訳ないな。写真出せないんだから触れるなよ。検索して旅来沖縄っていうサイト、ひらがなで旅来沖縄っていうサイトの福木並木が人気の癒しスポットだっていう記事をちょっと Google で検索してください。2枚目か3枚目の写真が完全にこれミキプルンだ。いやここはいいっすね。でも美ら海までって言ったら往復だけで半日だから、車でもう3時間半4時間とかなんで。もうここ行くんだったらもう美ら海も行くぞみたいな感じになると、完全に沖縄のその北部で終わりますね、時間は。ただここすごいね。すごいですね。これはでも候補ですね。ね、美しい。あとはどんなメールが。はい。ちなみに毎回5通しか読まない。あ、そうなの。超大量にいただくんですけど、これ読まれるとプレゼントがありますので。はい。なるほど。最後のお便りです。はい。けいやきさんからのお便りです。村井さん、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。沖縄の話題と聞き、同県出身者としてはいても立ってもいられずメールしました。いい話だね。沖縄ここに行けとのことですが、景観でおすすめなら北部、景観でおすすめは北部なら小売大橋。なんかすごい知らないのがどんどん出てくる。小売大橋出た。あ、すごい。ありますね、検索候補に。まず小売大橋。うわ、すげえ。なんだろう、これすごいな。すごい。どれぐらいの長さなんだろう、これ。もう車の CM じゃねえか。これは500、600、もうちょっとあるかな。好きなことで生きてますかみたいな。いいな、ここ。っていうか沖縄ってきっとこういう色なんだろうな。いや、これはフォトショップで加工してこの色にしてるんですよ。こんなね、Google イメージ検索で出てきたすべての写真がフォトショップで検索加工されてるわけないでしょ。全部同じ色。加工してるに決まってんだろ。全部同じ色だよ。全部同じ色なら全部加工してるからだよ。うわ、すげえ、天国への道とか書いてある。それよく聞きますね、なんか。すげえ。まあこれ多分作りから言ってそんなに昔からあるやつじゃないんだろうけど、これすごい迫力ありますね、この橋は。能登大橋よりもかなりでかそう。いや、これ行った時絶対晴れててほしいな。晴れててほしいね。他はで、今のが北部なら、中部なら海中道路って書いてます。海中道路、私それ聞いたことあるな。海の中歩けるの。海中道路イメージ検索。あれ、あ、似てる。もう海の上の道だ。小売大橋とほぼ同じですね。いや、でもこれ海に接してますよ。これ浮いてないですよ。確かに陸地ですよ。本当だ、すげえ。これ歩きて潮の満ち引きでさ、埋まったりしないのこれ。あ、なるほど。でもこれあれですね、橋っていう感じじゃないっすね。一部だけ橋になってる。なんか埋め立てでその上に橋を通しましたみたいなね。え、これすげえ。これは海中ですね。うん、海中だわ。で、今のが中部ならで、南部であれば二来橋、金井橋。この人橋マニアだな。二来橋、二来金井でちょっと字がわかんねえな。合ってます、もう橋。合ってる。あ、上り線下り線って感じ。二来橋と金井橋。なんだこれ、Uの字になってんのか、これは。なんだこれ、どういうことだ。何がしたいんだ。え、どういうこと。なんだこれ。カーブが美しいって書いてある。なんだこれ。これは陸の中だけの橋だね。しかもこれ歩く場所あるね。まあまあありますね。これ U の字になってんな。なんだろう、観光用の橋ってこと、これ要するに。かね。この人橋だけじゃないね。結構まだいずれも綺麗な青い海と橋の組み合わせがとても美しく、晴れれば最高に気持ちいい場所です。また夕日が綺麗に見える場所として僕がおすすめなのは、那覇空港から南に15分ほどの豊見城市にある瀬長島です。沈む夕日だけではなく、黄昏時に那覇空港へ離発着する飛行機もよく見えます。ですね、私ここで以前3、4時間滞在しました。てかこの島を半周しました。歩いて。うん。ここ行ったことあって、本当に頭の上飛行機ガンガン飛ぶんですよ。中条で今ちょっと見て。あら。じゃ近い。怖え。すごい距離を頭の上飛行機バンバン飛んで。あれか。カフェが旅客機。那覇空港に離発着してる船。旅客機がこの高さなんだ。で、この瀬長島の場所がですね、地図で見た方が早いんだけど、那覇空港からちょっと下でございましてね、これなんですけど、この島なんですけど、空港がここなんですよ。ていうかここが滑走路でしょ。なるほど。でこれが瀬長島。なるほど。でここにカフェがあって、橋でこの島に入るんですけど、入った結構すぐぐらいのところにカフェがあって、そこのカフェでお昼ご飯食って、飛行機がビュンビュン来るのを見ながらすごいな。何年前かな、過ごしました。もう構前です。結構前ですよ。その結構前。どの写真にも飛行機写ってるって。あのね、行ったら気持ちわかる。飛行機が飛んでる時に撮りたくなるもん。私が行って撮った時の写真も飛行機大体写ってる。これ空港の本当近いんで、あの全然行けますよ。この写真めっちゃ綺麗。これ絵だね。絵だね。絵か。すげえ綺麗。瀬長島でしたっけ？です。瀬長島おもろいです。まだ続きがあります。食ではテレビなどでも取り上げられていますが、南城市の大塔、奥の武士の部って書いて大塔にある中本鮮魚店で食べられるファーストフード感覚で食べられる天ぷらがとても美味しいです。あ、すごいなんかミクロな情報きたね。めっちゃ詳しい。県内何か所かにある。でかっ。これファーストフード感覚ですか？すげえ。手づかみで天ぷら食べてる。すげえ。ははー、なるほどね。でも私それで言ったら沖縄グルメ食べログで点数高いとこめちゃめちゃ行きましたよ。すんげえデカ盛りのやつとか。デカ盛りの何？もう何もかもがでかい店。名前なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。アップバンクで記事上がってるんですけど、こんな丼でなんか天ぷらバーンみたいな。食えない。もう食えないの。で、県内何か所かにある店舗の、キングタコスで食べられるタコライスもまた沖縄を代表する食べ物だと思います。タコライスいいね、いいねタコライス。あと最後に、もし選ばれし者のみに許される知的飲料がお好きであれば、ぜひぜひ A&W で飲めるルートビアをお試しください。知ってます？いや、沖縄ルートビア確か割と有名だったな。ああ、見たことある。飲んだことないけど見たことある。アルコールの政策が禁じられてた時代に代わりにこれでっていう中条でに作られたやつですね。雑学よく知ってるね。一応アルコールじゃないんで誰でも飲めるんですけど。ビールの味？なんか、いや、ビールとはね全然違うんですよね。ちょっとね結構独特の味ですね。ドクターペッパーみたいな、あんな感じ。ドクターペッパーの味がちょっとわかんないけど、まあでもこれは多分沖縄行ったらコンビニでも買えるんじゃないかな。まあこれはちょっと飲みましょう。飲むだけだったら簡単なんで、ね、すげえな。はい、他は？いや、でそこで終わりです。以上。はい、2月の末だと沖縄は、暑いと感じる日が多くなっているとは思いますが、時折曇り空で風が強く寒い日もあると思いますので、服装には注意くださいとのことです。はい。けやきさん、詳しくありがとうございます。今回は他にも非常に膨大に、いつもよりもそのゲリラ募集の時間もちょっと拡大して募集させていただいたんですけども、もう我々ね来月には行くわけでございますから。一応聞くけど。個人的にここに行きたいと思ってるみたいなのあります？今行った中で？いやいや、これの中でもここにないやつでも。私ね、あ、そっか、金曜日入りで夜イベントで土曜日ロケして帰るのか。晩ご飯は1回だけか。晩ご飯もあるのかって話だけど。行きたい店あったんだけどな。でもその店オープンから行こうかな。行く？イベント始まる前に、あ、ダメだ、イベント始まる前に未成年向けのイベントをどこかでやろうって言ってたんだ。マミルトンさんはありますか？私、そのもともとこの詳しい情報を聞く前は、そのパイナップルがなんかいっぱい食べれるところがあるっていうのだけ聞いてたんで行きたいなと思ってたんですけど、私さ、今さっきのメールと画像を見て、ビセの福木並木超行きたいなと思いました。遠いとこへ、また遠いところへ、すごい見たい。タクシーで多分 2,3 時間は金銭的に無理なんで、ちょっと知り合いとか頼みます？沖縄のメディア関係の人とか。普通にその交通機関はタクシーしかないんですか？バス、みんなでも車ですよ。あ、そうなんですか？電車ないし、そうだから私も毎回沖縄行くために美ら海水族館とか行きたいって言っても、もう往復で1日なんで、毎回諦めちゃう。なるほど。その移動なんですけれど、僕本当はトゥクトゥクに乗りたかった。何トゥクトゥクって？タイで使われてるタクシーで、オープンカーみたいな感じになってる。でそれ調べたら、どうも石垣島だったらレンタカーができるってことなんですけど、石垣島まではさすがにまた飛行機でさらにだからね、なっちゃうよね。はい。でもちょっと私今回マミルトンさんもしそこ行きたいっていうんだったらちょっと手配できるかわかんないですけど、ちょっと地元メディア多分取材同行させてもらってしてもらって、向こうにとっても何か記事になれば多分 OK してもらえるんじゃないかな。ちょっと各種連絡してみましょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと沖縄ジャパンツアー、アップバンクジャパンツアー2016、2月の26日金曜日、沖縄からスタート、全国14都市もあります。今発表しているのは沖縄、福島、福岡、熊本の4都市発表してますけれども、でチケットの購入、参加ですね、チケットの購入ワンドリンク付きで3000円、どちらかというとオフ会にかなり近しい感じの会にしようと思ってまして、一緒にぜひともワイワイ話して、まあ、楽しみましょうというイベントなのですが、ニコニコのアップバンクの生放送チャンネルの会員限定でまず先行販売をしてます。で1月の25日以降かな、一般販売、チケットのE プラスで販売をいたします。今回各会場ごと、広い会場ではなくて200名ぐらいの割とそんなに大きくない会場で本当に密度濃く回りたいと思っているので、数もちょっと一定限りはございますので、出たいという方ぼっちでも全然大丈夫です。てかぼっちの人が多いと思います。あとお酒飲めなくても大丈夫です。ソフトドリンクで楽しんでください。ぜひともご参加いただければと思います。友達を作るにおいで。そうですね。概要欄にリンク入れておきます。 MVP だけ決めましょう。ごめんなさい、ね、この5つで D この中でなんか1個気になったというか、いややっぱね最後の橋なんだよね。橋、じゃあけいやきさん、けいやきさん今回のお便り MVP でございます。ありがとうございます。ではお便り動画はまた来週。さよなら。